演劇バズーカスマートです、水曜日、ラッチマン館長3回目です、横にスペシャリストの島村さんがいるんで緊張しますけど行ってみたいと思います。スマートな館長を期待したいですね。そうですね、スマートな、おーガッチマン、すいません忘れてました。スマートな館長が炸裂しまくるっていう、これたまに演劇バズーカってガッチマン遊んでもらうイベントとかやってるんですけど、このゲームそこでやるとすごく好評でですね、特に小さいお子さん爆笑してゲームになんないやっぱいつの時代もいいもんですね。どうですかね、いいもんですね。島村さん基本ですよ、最初に習得すべきスキルだと思います、できる上で。やっぱり修行とかしたんですか。僕も壁に隠れたりとか、ヘルメットかぶったりとか、滝に向かって打ったりとか、滝に向かって館長で滝終わったんでしょ。滝に指を鍛える鍛錬がいろいろあるんですよ、村に伝わる。村じゃないんですけど、全然、村みたいなところ出身なんで。普通にあれですよ、長野で流行ったわけじゃないですか。長野汚い県にするのやめてくださいそういうのやめて、いや、そういうのは言ってないけど美しい、とても美しい県なんで、よろしくお願いします。いや、でもなんかやっぱ緊張しますね。隠れてるのがすごいですね。これ、何もいない状態でダッシュするとポージングをしないで止まるんですよね、うん、あ、そうですね。こんな感じで、これもまたなんかポットとしたうまい。あー、これはなんかコットをつなぐことが大事なんだよね。黄色と緑は動きは全く同じなんですか。そういや、微妙に違いますね。なるほど。でなんか壁を使ってラップとかでさ、ね、え、こよみたいなこういうことやってる子供いたんですよ。あ、そうなの、うん、その割にうまいんですよ。遊んでる余裕がある。まさにちっちゃい子供のうちから見せプレイを理解してるっていう、なかなかに末恐ろしい動画世代ですね、うん、このダッシュを使ってね、ジャンプを超えるっていうようなことを意識的にできれば強いんでしょうね、うん、しかしこれ私点数良くないんじゃないかな、これ。スマートに感情してますからね、ちょっと当たりすぎたね。けどまあ、体力もだいぶ残ってるんで。やっぱこれ、コロナだな。うん、すごい。どうだなんか、まあ、そこそこの点数。ちょっといってないですね。あれ、まあまあ、20万いかないとダメだな。なるほどね。はい、点数です、19万1490プリンプリン、まあまあというところでちょっとキレンギブがですね。じゃあ、明日一番キレのいい人を期待して、明日もスペシャリスト島丸さんの館長秘話が飛び出しますがお楽しみに。では明日もおーガッチマン